かチャレンジャーだ。ふん、何やら新大谷も出るらしいな。かなり豪華なラインナップになってるぜ。オリックスは中村か。オリックス純正でやってるけど、未だにノリさん持ってないんだよな。ここで獲得しておきてぇな。ロッテは井口。メイン守備はファーストか。井口もメジャーで活躍したからな。内野ではよくやった方だな。ホークスはジョージ・マッケンジー。ミパ同期か。ジョージマも素晴らしいキャッチャーだったな。メジャーでキャッチャーとしてはかなり打った方だしな。楽天は岩隈。9位も A に乗るな。西武は松坂だぜ。9位とスタミナが同期か。大谷さん来たー。パワーデフォでいいすかよ。総力は A にはならなかったんだな。まあ十分最強だな。大谷絶対欲しいぜー。こっちは投手大谷。制球が77か。スイーパーエースだぜー。日ハムはまだいるのか。日ハムだけ3人ずるいぜー。阪神は西岡。ミートと総力が同期か。カープは黒田だ。ツーシームが2つあるんだな。横浜はどすこい。リリーフ時代の山口か。巨人は高橋久典。9位と制球が同期か。ヤクルトは岩村だぜー。セカンド適正はないか。メジャーではセカンドだったな。中日は謙信。全部 A か。ラインナップは以上だぜー。狙いは中村と大谷だな。ほんとここでノリさん確保しておきたいよな。とりあえず30連回して。どっちも出なかったら60連まで流行るかもな。30連で出てくれたらいいけど、さてどうなるか。指名候補を赤か。そういえば今日まさにドラフト会議だな。注目選手とか全く把握してねえぞ。宗山くんと金丸くんがかなり人気らしいな。どうせ松坂とか化け物クラスの実績以外はどうなるかわからんからな。ドラフト結果を採点したりするけど、結局数年後じゃないと答えはわからないからな。下位の選手や育成の方が活躍することも多いからな。大谷、阿部、出ないか。どすこい。 A ランクは多かったが S ランクは出ず。残念。20連目いくぞ。また赤だな。確定演出出ろ。演出は弱いか。枠以外 A ランクすら出ずか。ダメだな。20連は全然だったな。次は確定だからな。さあ大谷かのりさん出てくれよ。
長宿フィーバー。フィーバー。自陣無確定演出が出れば中村確定だけどな。さあ来やがれ。松坂だー。まあ松坂は過去に引いた分があるだけまだいい方だな。でもお目当ての大谷とのりさんは引けず。60連目まで行くか。おかわり来た。途中で出たら終わるだろうが、とりあえず追加で回すぞ。さあ大谷かのりさんかもん。指名候補長君。演出は弱いな。ダメか。またか。シリーズ1と2が出たな。 A は多かったがダメだな。50連目だ。ここで出ても次回すやろな。次確定だからな。指名候補トークン。演出弱すぎだな。これも厳しそう。岩村。大松坂も。ラスト。秋広か。マジでエスでねえな。確定枠しかエス出てないな。ラストだ。さあ一体誰が出るか。指名候補トーク。自陣無確定演出はなし。のりさん。さあ誰が来るか。剣心だー。川上か。お目当ての大谷とのりさんは獲得ならず。さすがに90連は無理だな。イベントのスターロードにかけるしかないな。今不具合でできねえけどな。わろた。スターロードの結果は X に投稿するから、見たいやつは見るんだな。ということで今回はこれで終了だぜ。あばよ。